はい、どうも皆さんこんばんは。 Welcome to my game channel ということのコブラです。今回は神の化身、いろんな信仰の瀬戸、デルケとミトラ、イミルの中で一応瀬戸を解説しようと思います。生産すると心身の権限が出ますんで、それを生産させるために NPC を借ります。目的のものを剥ぎ取ります。これはかなりの時間が必要です。生産するとポイントが出ますんで、そのポイントを貯めながらやりましょう。じゃあいよいよですね、シンナができたんで、それで、全てを使い果たして祭壇も消えてしまうんで、コインが生成されます。そのコインを使うとこのようになります。お祈りしてるような感じがしますが、見てください。この瀬戸が召喚されます。これがまあ召喚獣みたいな感じで、コナンアウトキャストでは神の化身と言われます。これに関してですが、ワールドボスほぼ一撃で、効果は1分のみなんです。ですがかなり強力です。本当に強いです。これ強いんですが、生産もかなり時間がかかる。そしてまあ強力ゆえに、それに苦労する対価があるんで、作ることには損はないと思います。ただ、まあ、使う場所を考えるっていう形ですね。まあ、ワールドボスが一番いいかなっていう感じがします。そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると助かります。